ゆみさん、寺島さんかな、はい、で、やっていこうかなと思います。はい、では、じゃあ愛知チームよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。愛知の大黒式チームの新人です。寺島さんです。ですね、あ、もうどうしようかな。動画をもう皆さんすごい準備されてて、なんか焦っている感じ。いいんですよ、これ、いいんですよ、これぐらいで。はい、動画を2013年に愛知ではやったんですけども、その時に作った動画を流しながらちょっとお話ししたいなと思います。あまり音は大きくない。最初の方に塗ってるところが出てきます。あ、それで、まずですね、名古屋のとかって紹介されることが多いんですけど、これ愛知トリエンナーレ 県のイベントだったっていうこともあるんですが、なので愛知ということをしつこく言うんですけど、名古屋、愛知県は名古屋のある尾張地方とあと三河地方に分かれてたりするので、それでこう結構文化がかなり違ったりするという点もあるものですから、一応僕たちの中では名古屋のっていうよりは愛知全体のイベントっていうふうに考えてやってます。でその中で、長者町っていう名古屋市にある、先ほども紹介していただいたんですけども、繊維問屋街を工場にしました。の中の建物の、ワンフロアを使って、で、繊維問屋街だったので、本当に、素材を集めるのもすごくやりやすかった点があります。でももちろんたくさんいろんな方から送っていただいて、布が集まって、で、一生懸命準備をして、進めました。あ、なんかどんどん進めますね。もうこれ、かなり終盤、あ、でもこれ出来上がって当日の、朝の様子です。で会場がですね、これ半地下で、でここにちょっと青い太い柱が何本か立っていて、で上に屋根があるっていう不思議な構造の、オアシス21っていう場所。あ、この屋根、透明な屋根、あそこ水が張ってあって池になってるっていう不思議な場所です。でそこの下に、半地下になったところに、ちょうど屋根があるところの下に、風呂敷を、敷き詰めて、実施しました。で、この縫う縫製工場で縫う人たち、なんか僕がずっと喋ってますけど、横にいる名穂さんはもう1回目の福島の時からずっともうボランティアでお手伝いされてて、本当の一番長老じゃなくて一番のベテランっていうか、本当に那穂さんのような方がいて、人がたくさんお手伝いの方集まっていただいてできたイベントだったなっていうふうに思ってます。あとは地元でこれ風呂敷作ったんですよねって言ってすごく喜んで感激していただいてて、この場面を見るたびにすごく嬉しく思うんですけど、大体、30人くらいの人たちが朝から晩までずっと縫ってくれていて、で皆さんもしかしてマドラスっていう名前を聞いたことがあるかもしれませんけど、そういうなんか いわゆるスターも生まれたりもしています。でもこれはもう本番のところですね。
もう巻いていかないといけないです。でこれがあの、その、プロジェクト福島終わった後もあの、この後であの話をされるあのすぐ隣の多治見だったり、また今年はあのまた後ほどお話出るかもしれませんけどトヨタであるっていうようなことであの名古屋ではあの続いていないんですけども同じ愛知県内だったりあのすぐお隣 の, あの岐阜県になるんですけど多治見であったりしてでそういうところと連携取りながらずっと続いてあのみんなあの元々の工場に関わってた人がその向こうもあの連携を取りながらあの緩やかにつながっているっていうようなことが続いています。あと時々あの、地元の縫製工場があった長女町であのお祭りがあったりする時にもあの風呂敷をあの貸し出したりというようなことであの風呂敷もその後もあのこう、活躍しているというようなそんな状況です。そんなところです。何か付け加えるか何か一言なんかあの、トリエンナーレをした時にお客さんで来てくれた人が帰りにあの楽しかったからってすごく建物を手伝ってくれたりとかあの布を私も預かったんですけどもその布をこう会場に来た時にあ私の布こことか言って探してたりとかあので帰り際にまた来年も来たいっていうのが多治見につながってとっても嬉しかったです。どうもありがとうございました。